パルムの駅側入り口武蔵小山は東京都品川区及び目黒区にまたがる地域である。武蔵の大地の東端にあたるほぼ標高が30メートル前後の江原大地上に開けている。付近は古くは小山のほか、五ち、清水、月高原、霧ヶ谷などの地名で呼ばれていた。また、高台のため遠く富士山を望むことができた。この地で、 清水という地名が多いのは、目黒川から分かれて、大地を刻むとの崖線に湧水があったことによる。江戸時代、この一帯は畑や竹やぶ、雑木林が中心の様相だった。東海道品川宿への利水として、玉川浄水から分かれた品川用水が通され、この用水に沿って集落も増えた。この頃の高新島がいくつか残されている。この地の北に、 不動明王を祀る隆仙寺、西に二王像を祀る円融寺といった名刹があり、品川塾から三景堂がここで分岐したため、三景客で大いに賑にわった。ここには、後に信仰を集め現在も残る、地蔵堂や道標があり、当時を忍ばせている。この分岐点は、武蔵の辻、すす団子の辻などとも呼ばれていたとして、名を留める。しかし、通りを離れると、 大正期あたりまでは換算としており、大正12年では、今のパルム商店街のある場所は幅2メートルほどの小道で、周りは畑ばかりであったという。この頃まで、目黒不動から、肥門屋一帯は、江戸、東京市中で出回る、竹の子のほとんどを算していた。やがて、先続田園都市開発のため、渋沢栄一設立による、田園都市株式会社の鉄道部門、 目黒蒲田電鉄が通されることとなり、1923年3月11日に、五ちの地の西側に、小山駅が開業し、翌年、武蔵小山駅に改称。関東大震災以後はこの駅を中心として、武蔵小山と呼ばれるようになり、爆発的に人口が増加した。第二次世界大戦中は、商店街から満州へ移住する者もいた。大戦末期には、 東京大空襲の被害を受けた。戦後は、駅の南側や東側の区画整理が進み、街路が5番の目状となっている。駅前に完成したタワマン開発で消えた飲食店街リュエル、現在の周囲の町名表記は、小山、小山台、江原、西五反田、平塚、目黒本町、下目黒などであり、武蔵小山ではない。駅周辺には5つの商店街。 商店街があり、そのうち武蔵小山商店街、パルムは完成当時、東洋一と称えられ、現在でも東京都内では、最長の800メートルのアーケードと、約250店舗を有する。商店街は、駅前を主端とすると、中原街道まで、至って終端となるが、すぐ近くから都し銀座商店街が始まり、長大な商店を形成している。毎年9月第一週の土日には、 三谷八幡神社と小山八幡神社の武蔵小山両社祭が開かれ、付近の町会から7期の大神腰屋出しが繰り出し、賑わう。また、小山三丁目15から20番界隈は、武蔵小山飲食店街リーエルを形成しているが、東京の洒落た町並みづくり推進条例による再開発で2015年中に解体撤去された。 武蔵小山商店街は1993年にポイントカードを導入し、2006年5月に頑張る商店街77選に選ばれた。主なイベントに駅弁大会、ヒーローショーなどがある。1999年から開始された目黒線の連続立体交差事業により、不動前駅から専属駅に至る区間が地下化された。 目黒線は休行運行が始まり、地域の誘致活動の結果、武蔵小山駅は休行停車駅となった。2010年9月には、武蔵小山駅上に駅ビルが完成し、ローソントックス、無印良品、東急ストア等が出展している。近隣には、商店街の他に、東京都立小山大高等学校、製薬科大学などが所在する。駅の北西側は、 これまで区画整理がほとんどなされず、また林業試験場の存在でその北側の地域を隔絶していたが、試験場跡地が臨死の森公園として整備され、また区画整理により山手通りから小山台地区を通って26号線通りに抜けるカムロ坂通りが開通し、住環境が向上している。ありがとうございます。